マイズル港遊覧船とは、マイズル市のマイズル港から、マイズル湾で運航する観光遊覧船。また、その運営会社名。現在定期運航中の航路は、海軍ゆかりの港巡り遊覧船。マイズル湾に面した各集落間を運航する定期船であった船を、そのまま遊覧船として運航しており、もともと遊覧船として設計された船ではないため、 他社の遊覧船等に比して、見晴らしが悪い席もある。舞鶴港をめぐり遊覧船、最大120分をかけて、近畿百景で、第1位に選ばれた、風光明媚な舞鶴湾のポイントをめぐるが、後日の海軍コース以外は受注運航となっている。定期運航として、市役所裏の三橋から、海軍ゆかりの港めぐり遊覧船を運航している。運航母体は、舞鶴観光協会。 毎年3月中旬から11月末まで運行しており、運行日は土日祝日と連休期間。また、近隣のイベントに合わせ運行することもあるほか、大型連休や盆頭には増便する場合もある。団体で予約すれば定期時間外にも随時運行する。また、2020年から交通安全協会、クルーズ事業部が同航路で遊覧船営業を開始したため、 マイズル港遊覧船は午前中の運航のみとなった。定期運航は1日3便で、初時刻10時、11時、12時。旧海軍ゆかりのポイントや自衛隊施設をめぐる海軍コースとして運航している。1運航の所要時間は約30分。午後からは交通安全協会の遊覧船が、初時刻13時、14時、15時で運航している。なお、 以前定期運行していた引上げコースは採算が取れず2019年から受注運行となった。2020年より全便基本的にはガイドなしとなったが不定期にボランティアがガイドを行っている。以前は舞鶴水公会がガイドをしていたが2020年から収益する交通安全協会、クルーズ事業部の県を舞鶴観光協会は マイズル港遊覧船や水航海に何らの相談もせず決定後通知し、加えてそちらにもガイドとして乗ってくれと持ちかけたことが発端となり、水航海側の怒りを買ったためガイドはなくなった。2019年からネット予約システムを導入した。当日券には限りがあるため、マイズル観光協会はネット予約を推奨している。ありがとうございます。